こんばんは、篠原彩香です。今日この時間までテレビを見ているのは学生さんですか？あまり夜更かししちゃダメですよ。私が今から君の部屋に行って睡眠時間も管理しちゃいたいな。でも今からじゃちょっと間に合わないかな。だから明日の朝ちゃんと起きられるようにお姉さんがおまじないしちゃいます。せーの、頑張れ。